可愛すぎてやばい、山本さやか、ゆるふは黒髪ロングの新ヘアにファン興奮、ドキドキが止まらん。モトンム48の山本さやか、30が6日までにインスタグラムを更新。黒髪ヘアのイメチェンショットを公開した。この日、山本は、黒髪ただいまと綴り、黒髪にしたロングヘアを披露。 フリルがとってもキュートなブルー系チェックのキャミワンピと長袖ニットがイメチェンヘアによく似合っている。山本。ここ最近はハイトーンカラーが定番だった彼女。季節の変わり目に合わせたのか、落ち着いた感じがとてもよく似合っている。そんな山本にファンからは、かわいすぎてやばい。黒髪を帰りなさい。お似合いすぎます。やっぱり黒髪も似合うね。 色どちゃんかわいすぎる。バチバチにかわいい。かわいい人は何色でもかわいい。なんか新鮮、最強にかわいい。なんか大人っぽいな。惚れてまうやろう。さや姉は黒髪が生えるよ。美人度が増すし、やっぱさや姉の黒髪は最高にかわいい。こっちが断然いいです。ワンピの色も似合うね。ドキドキが止まらん、などの声が寄せられた。